皆さん、こんにちは。今回はテレビ用のスピーカーボックスを作ったので紹介します。まずはテレビ内蔵スピーカーで聞く爆発シーン。次は自作スピーカーボックスで聞く爆発シーン。最近のテレビは薄型で設置するには場所を取らなくて良いのですが、音が全くダメです。開けてみました。こんなしょぼいスピーカーでは良い音がするはずありません。これはもう作るしかありません。今回買ったのはフォステックスのスピーカーユニットが2個で3000円ぐらい、アンプが3600円ぐらい、スピーカーケーブルが1100円ぐらい、12ミリ圧の合板、900mm×900mm で700円ぐらい、合計で8500円ぐらいです。では、作り方をご覧ください。まず、材料の無駄を出さないように図にします。図に沿って合板をカットします。道具がない場合は、合板を買ったホームセンターでカットしてもらえばよいでしょう。穴を開ける場所に印をします。サークルカッターを用意してボール板に取り付けてゆっくり穴を開けます。次にホール槽を取り付けて共鳴ポートの穴を開けます。穴開けの道具がなければ、やはりホームセンターで開けてもらいましょう。大まかにささくれを取っておきましょう。今回はスピーカーユニットを中から取り付けたいと思います。取り付け用ビスの位置を印しておいて、細いドリルで穴を開けておきます。木工用パテで傷を埋めておきましょう。木工用ボンドを塗ってビスをねじ込んで組み立てます。今回は後でビスを抜いてパテで埋める予定ですが、このままビスを残しておいても良いと思います。前面パネルを取り付けます。木工用ボンドがむにゅっと出るくらいたくさん塗りましょう。はみ出した木工用ボンドは手早く拭き取ります。ここで仮組みを行って音を出してみましょう。ケーブルを2メートルで切ってスピーカーにハンダ付けします。ケーブルにラインが入っている方をプラス側とします。スピーカーは赤い印がある方がプラスです。ケーブルの反対側もハンダを流してニッパーで切っておきましょう。直径30ミリの共鳴管を長さ100ミリに切ってホットボンドで取り付けます。スピーカーユニットを内側から取り付けます。外側からつけても良いです。これはお好みでどうぞ。裏蓋を仮止めしてから鳴らしてみます。良い感じで鳴りましたので、ユニットを外して塗装に進みます。150番ぐらいの耐水ペーパーを使って余分なパテを削り、表面を平らにします。水気が抜けたらプライマーを拭きます。プライマーが乾いたら400番ぐらいの耐水ペーパーで表面を滑らかにします。もう一度プライマーを拭いて傷を埋めていきます。乾いたら400番ぐらいの耐水ペーパーで
水をつけずに軽くこすって表面を整えてから塗装に入ります。今回は素焼け黒で塗装します。一度目の吹き付けをします。多少ムラになっていても大丈夫。乾燥してから二度目の吹き付けを行えばムラは消えます。塗料が十分に乾燥したらスピーカーユニットを取り付けます。内部にはニードルパンチのカーペットを切って集音材として貼りました。今回は片面だけで様子を見ますが、しばらく鳴らしてエイジングが済んだ頃にもう一度調整しようと思います。戸当たりテープを貼って空気漏れを防いでから裏蓋を取り付けます。アンプに電源をつないでテレビとつなぎます。そしてスピーカーケーブルをつなげば準備完了です。スイッチを入れて鳴らしてみましょう。テレビ内蔵スピーカーとは別物の音がします。耳障りがいいので長時間聞いていても疲れません。映画も歌番組もニュースもコマーシャルさえも楽しく見ることができるようになりました。